蜜の味、はい、アテイストオブハニー、すべての人の心の中には恋という魔物が住んでいます、はい、しかし、うん、菅野美穂がテレビドラマであんなベッドシーンを演じるとはね、はいはい、でしかも、うん、外科医の指は繊細だからいろいろ上手だろという新た扮する恋人の言葉に、うん、いろいろ上手っていきなりの大人の会話、これ予想以上にエロい部分っていうのもいいですね、興奮しますねそれはい、それとね、あと、はい、最後のシーンでのね、はい、私が失敗するのを見たかったのよって言って、あの、はい、エイクラナナちゃんをこう睨むシーンっていうか、はい、あの鋭い目つきね、うん、悪女を演じたっていうこともね、うん、ついこの前もあったわけですが、はい、あの時以上のね、何か冷たさを感じてしまったというかね、まあね、はい、最近菅野美穂といえばね、あのトンネルズのね、はい、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権で、はい、梅小鉢の高田幸子ちゃんが、はい、モノマネやってるじゃないですか、はいはい、でどっちかというと菅野美穂自身のイメージがね、はい、あれになってしまってるというかね、うん、だからね、まあ今回の役どころとはね、全然正反対のような、なるほどね、まあ菅野美穂もやっぱり心当たりで、はい、まあ、完全なる大人の女性っていうのを演じたいなっていう思いが本人にあったのか、ね、周りが演じさせたいと思ったのか、はい、いわゆるいろんな大人の事情っていうのもあるんでしょうね、まあ、まあね、でも一皮向けていろんな役に挑戦するっていうのはええことやと思いますけどね。でまあその一方でエイクラナナちゃんの方なんですが、はい、演じる森本直子、はい、お父さんの年の離れた弟に初恋をしてしまってる女の子ということなんですが、はい、まあ言えば叔父ですからね、はい、で実際に叔父と姪の結婚は法律で禁じられてるっていうのも分かってるんですよ、はいはい、でしかも後々菅野美穂演じる原田彩という結婚まで考えてる恋人がいると知った時点でね、うん、諦めるはずなんですが、普通なら諦めますね、はい、なのに、はい、嫉妬の炎をこうメラメラとさせるというか、はい、そういう障害がある方が燃えるんですよやっぱり。ただね、はい、言ってるようにね、はい、もう行く先は結婚できないわけですよ。それで、で、ただそんなおじさんと同じ東京で暮らしたいということで、はい、頑張って美大を受けて合格して上京してきた、はいはい、で、その美大には結構イケメン男子もいましたからね、はい、そっちでいいじゃないかと普通は思いますよね。でしょ、はい、で、何よりもね、はい、おじである新た扮する正兄ちゃんこと池澤正人の方は当然めいっ子なんでね、はい、恋愛対象にあるわけもなく。そうですよね、うん、ましてや恋心を抱かれてるなんていうことも全然感じていない、うんうん、まあそのあたりはね、はい、旗から見てるといやいやちょっと鈍感かなっていうふうに思ってしまう。まあ第一、はい、彩はねもう一瞬にして直子が正人を見る目っていうのがね、うん、普通の姪っ子っていう感じじゃないっていうのは悟ってしまってるわけですからね、女性は怖いっすね。あ、そういうのもすぐ見抜けられますからね。でここでね、はい、一番気になったのがね、はい、物語の年代設定が、はい、直子が医大に入学した春っていうことで、はい、2003年っていうことなんですよ。2003年、はい、でもまあ現在っていうことでいけば8年前になるわけでしょ、はい、わざわざなぜ今より8年前の設定にしているのか、現在2011年でないのか、はい、これがちょっと、まあ普通に考えたら、はい、そのうちあれから8年後っていうことになって、はい、その時間経過によって、うん、まあ直子が、はい、そして彩香、はい、正人が、はい、いろいろと変わっているっていうことを、うん、そこのギャップを描きたいということだとは思うんです、はい、がただそれを仮にね最終回に持ってくるんであれば、はい、2011年のまま持ってきて、はい、最終回だけ2019年でもいいじゃないかと、うん、それでもいいですね。でそうしてないということは、うん、早めにこの8年間のギャップっていうのを埋める何かがあって、あるんでしょうね。っていうのが、うん、はい、あのエイクラナナちゃんが、はい、珍しくねロングヘアですからね、はい、今、はい、でまあなんだかんだ言いながら彼女はショートカットが似合いますから、はい、ということは8年後っていう時に、はい、ショートカット
ットにするんだろうと。なるんでしょうね。ってことは早めになる可能性はあるってことですね。ね。うん、でちなみに、あの、エイクラナナちゃん、実年齢は23歳です。はい。物語上は、2003年で18歳なんで、2011年、はい、現在では26歳。はい。で一方、菅野美穂は、実年齢34歳。はい。物語上では、2011年に35歳。はい。やっぱり早々に8年後、いわゆる現在にたどり着いてくれると。なりそうですね。で、その、急に飛んでしまう8年間に何があるのかっていうのが、まず最初のポイントなんでしょう、ね。はい。8年言うたら長いですからね。気になりますね。で、まあそんな蜜の味、はい、気になる初回の視聴率、はい、11.6。はい、微妙なとこですね、うん。まあ、ドロドロの三角関係っていうことだけで、惹かれた人っていうのがこれくらいっていうのは、まあ、今の時代だったらわからないでもないし、問題はこれから口コミで、こう、どれだけ広がっていくか。そうですね。ちょっとエロチックなシーンもあるということで。あ、いいっすね、それもね。とにもかくにも、蜜の味、はい、アテイストオブハニー、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。